られるのなら、たくさんの人を傷つけた私のこと受け入れてくれてとても嬉しかったの。だからその恩を少しでも返せるように、あなたってやっぱり不思議。あなたの声を聞いてると胸が満たされて、他の声気にならなくなるの。どうしてかしら。初めて出会った時、あなたは泣いていたわよね。どうしたのって聞いても答えてくれなくて、だから私困ってしまって、どうしたらいいのかわからなかったの。でもね、あなたは私が困っているのを見て泣き止んでくれた。いい子だなって思ったの。敵だった私の胸の中で無防備に眠ってしまうし、だからつい守りたいって感じて、でも今はそれだけじゃない。この気持ちは何？もっとあなたに頼られるようになりたいわ。辛い時には甘えさせてあげられるように。だから頑張ります。おいしそうにご飯を食べるあなたも、すやすや眠るあなたも、見ていて全然飽きなくて、なんだか私欲張りになってしまいそう。最近あなたの近くにいるとなんだかうるさくて。違うの、あなたの声がとかじゃなくて、私の心臓の音が。今まで私いろんな音から耳を塞いできたけれど、あなたやみんなの声を聞いてみたら気づいたの。世界にはうるさい音ばかりじゃないって。私にはまだ知らない音がたくさんある。その中にはきっと私がちゃんと聞こうとしなかった大切な言葉もあって、耳を
塞がずにいるのはやっぱり怖いけど、あなたがそばにいてくれるなら勇気が出てくるの。だからお願い、もう少しだけこのまま。